アルカとリンのドライブ。合宿所まであとまだ3時間くらいある。ハルは寝ててもいいぞ。お前の荒々しい運転が心配で眠れない。よく言うぜ。それにん？お前とゆっくり話せるのもこんな時だけだしな。まあこっち戻ってきてからハルも俺もずっと合宿所にこもって練習ばっかだったからな。全日本選抜までは仕方ない。けど今日は本当無茶しちまったな。無茶じゃない、フリーだ。まだ言ってやがる。高校選手権みんな頑張ってたな。ああ高校最後の試合だったから。去年の俺たちを思い出す。俺たちもあんな感じだったんだろうな。自分がその中にいるときは分かんねえけど、暑くてがむしゃらでなんだか泣けて。二度と戻れないメモリアルサマー。ポエムだな。うるせえ。だけど俺たちもあそこにいたんだよな。ああたった一年前のことなのに遠い昔みたいだ。運転変わらなくて平気か？大丈夫。ドライビングテクニックは俺の方が上だ。それは水泳のテクニックでは俺の方が上という意味でいいのか？それを決めるのが来週の全日本選抜だろ。緊張してるのか？緊張してたら合宿を抜け出してレイたちの応援に行ったりはしない。確かにな。シドニーでも運転していたのか？休みの日にたまにな。春は？東京じゃなかなか運転する機会はない。まあ都心に住んでりゃ必要ないもんな。シドニーの暮らしはどうだ？充実してるよ。毎日仲間たちと練習して、練習の後は飯食いに行って。新しい仲間ができたんだな。あ、デビッドにクリス、ヨハン、コーチのミハイル、他にもたくさんできたぜ。その仲間たちと見たことのない景色は見られたのか？え？どうかな。見えた気もするが、ハルたちと泳いだあの時の景色を超えられるものはないかもな。ハルは？俺もだ。けどそんなんじゃいけねえんだよな。いつまでも過去にこだわっていたり、思い出にとらわれてちゃ。ああ俺たちはこの先の未来に進んでいく。ハルのポエムもなかなかじゃねえか。やっぱ疲れたな。朝も早かったし、少し休憩していくか。ちょうどサービスエリアがあるし。まあ。1時間ほど仮眠すっか？ああ。シートの倒し方わかるか？ここか。そういえば去年の今頃もリンとこうやって眠ったんだった。うん？あ、シドニーのあのホテルな。あの日から俺の世界は変わった。まだまだ変わり続けるよ。ハルも俺も。来年の今頃はどうしてるんだろう。世界のどこか、大会が行われてる町のホテルでまたミスやらかして二人でこんな風に並んで眠ってるかもな。それはもうごめんだ。またリレーを泳ぎたい。泳ごうぜ。今度は世界で。どんなチームになるか分かんねえけど。ああ、いつかきっと。リン、
寝たのか。いつかきっとまた見たことのない景色を。